花粉の季節になると、何をするにも憂鬱になるよ。僕もだよ。花粉の辛さを解決した時の爽快感って、どんな感じだろうね。そうだね。温泉上がりに瓶入りの冷えたコーヒー牛乳を、一気飲みするくらい爽快なんじゃないかな。それっていわゆる一つの、最高だね。それっていわゆる一つの、